ニューヨークタイムズはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置くニューヨークタイムズカンパニーが発行している高級日刊新聞紙アメリカ合衆国内での発行部数は USA t o デ a ウォールストリートジャーナルに次いで第3位ニューヨークトリビューン市に対する高級新聞というスタイルを取って1851年にニューヨーク市で創刊された当初は 優れた体裁が人気を集め順調に発行部数を伸ばしたが、南北戦争後に南部に対する寛大な論調が反感を呼び一時低迷した。その後20世紀に入ると、世界各地に取材網を張り巡らせ、ワシントン・ポストやウォール・ストリート・ジャーナルと並ぶアメリカを代表する高級紙としての地位を確立した。アメリカではしばしば、ザ・タイムズと略される。 タイムズドットコムドメインは、ニューヨークタイムズが所持している。オールザニュースザッツフィットツープリントとのモットーが、毎号 a 一面の左上に印刷されている。日本においては、朝日新聞社と提携しており、東京市局を、朝日新聞東京本社ビル内に設けている。また、かつては共同で、英字ジ氏、ヘラルド朝日を発行していた。東京市局長は、 マーティン・ファクラー。ビリー・ジョエルは代表曲、ニューヨークへの思いで、ニューヨーク暴挙の念を、デイリーニューズとニューヨークタイムズに込めた、旧本社ビルの正面入り口。マンハッタン西43丁目229番地1918年11月11日付の、ニューヨークタイムズ市ニューヨークタイムズは1851年9月18日に、 ヘンリー・ジャービス・レーモンドとジョージ・ジョーンズによってニューヨーク・デイリー・タイムズの名で創刊された。レーモンドは AP 通信の創設者でもある。この新聞は1896年にアドルフ・オックスによって買収され、彼の指導の下で国際、経済などの記事を強化していった。1897年にはオール・ザ・ニュース・ザッツ・フィット・ツー・プリント、 というスローガンを採用したが、これは競合するニューヨーク市の新聞、ニューヨークワールドやニューヨークジャーナルアメリカンなどのイエロージャーナリズムに対する牽制と思われる。本社を42番通りに移した後、1904年に、この界隈はタイムズスクエアと呼ばれるようになった。9年後、同社は43番通り229番地に、本社ビル。 タイムズタワーを建設した。しかし、タイムズタワーは1961年に売却されている。初期のタイムズは日韓であるものの、毎週日曜日には発行されていなかったが、南北戦争中に日曜版の発行を開始した。1918年に第一次世界大戦に関する記事で、ピューリッツァー賞を初受賞している。翌年1919 19年には、 ロンドンへの紙面輸送が開始された。クロスワードパズルは1942年に特集記事として開始された。ファッションの項目は1946年の開始である。1946年からは国際版が発行されていたが、1967年にそれを停止し、ニューヨークヘラルド・トリビューニア、ワシントン・ポストと共同で、 パリにインターナショナルヘラルドトリビューンを創刊した。オーパスエドは同志が世界で初めて1970年に掲載を始めた。1996年にはインターネット上に自社のサイトを開設した。新しい本社ビルはレンゾピアノの設計による超高層ビルでマインハッタンの8番アベニューと41番ストリートの交差点に建設されている。タイムズは クラシック専門のラジオ局 WQXR トップリングウィズキュイップリングウィズを所有していた。WQXR はタイムズ誌より WNYC に移行し2008年10月8日午後8時に周波数はよりに変更となった。現在のニューヨークタイムズは部数の面では2大全国紙の USA t で、ウォールストリートジャーナルの半分程度だが一般紙としては ワシントンポストと並び著名な新聞であり、地方紙でありながらも、米国を代表する新聞とみなされている。タイムズは、主に、米国内の記事が、選定対象になる、ピューリッツァ賞を90余り受賞するなど、その記事は、米国内では高く評価されてきた。1971年には、ベトナム戦争に関するアメリカ国防総省の秘密資料を、 ペンタゴンペーパーズが掲載された。これを受け、政府はタイムズ紙を機密漏洩罪で告訴したが、裁判所は報道の自由を政府の文書公開基準に優先するとの判決を下した。この裁判は合衆国憲法の修正第一条をめぐる以後の判例に大きな影響を与えた。翌年1972年には、 アフリカ系アメリカ人の梅毒感染者たちが暗密のうちに治療を拒否されていることを報告し大きな議論を巻き起こした。最近では2004年の仕事現場の安全性に関する記事でピューリザ賞を受賞している。重要な演説、議論などが行われた際にはその原稿を一時一句漏らすことなく全て掲載することでも知られている。 ニューヨーク州には16の壺を持ち、他には11の国内市局、26の海外市局を有する。2004年12月26日時点では、総発行部数は、ウィークデーで112万4700部、日曜版は166万9700部であった。経営は、ニューヨークタイムズカンパニーによって行われ、アドルフ・オックスの子孫であるサルツバーガー家が株式を、 所有している。2016年のドナルド・トランプの大統領就任以降、トランプ大統領の意向で政権の発表情報にアクセスすることが難しくなったことから調査報道に力を入れ始めた。調査報道をはじめとする権力監視のスタンスが共感を得たこともあり、2018年には電子版の契約者数が昨年比ント増を記録。 経営の立て直しに一定の目処が立ったことから記者を増員し編集部を1600人体制へと拡大することを発表した。2019年10月27日までにホワイトハウスはすべての連邦政府機関に対しニューヨークタイムズの購読停止を求めたと発表した。トランプ大統領は2016年アメリカ合衆国大統領選挙から一貫して タイムズ誌などの報道をフェイクニュースとして批判を続けてきた。一般的にタイムズはリベラルな論調を持つとされる。これは政治記事と社会記事において顕著である。同性婚についても肯定的で同性の結婚記事が一生間と差別なく掲載される。もっともアメリカでは大統領選挙などで新聞が特定候補の支持を鮮明にするなど、 政治職を強く打ち出すことは許容されている。保守系メディアのフォックスニュースから近年一貫して攻撃を受けている。マサチューセッツ工科大学のリカルド・パグリッシュは2004年に B-ING THENEW y o タ r k TIME'S The Political Behavior of A Newspaper という論文を発表した。 この中で彼は1946年から1994年の期間におけるタイムズ紙の取り上げた記事を調査し、タイムズが民主党支持であることを統計から立証している。例えば大統領選では優先的に民主党候補を取り上げ、対立する、共和党候補については小さな記事で扱う、などである。特集項目の中の芸術関連記事における、 政治的コメントについてはジャーナリズムにおけるバイアスの典型であるとの指摘もある。例として、A.O. スコットの映画評論記事は時折保守派に対する皮肉が散見され、フランクリッチ執筆のアート関連コラムでは、頻繁に芸術とは関連性の薄い保守派攻撃がなされている。タイムズの専属コラムニストにより執筆されるオーパス、エズについては、 他の紙面に比べ独立性が高く政治的変更も少ないとされる。しかしこのセクションについても政治的中立性が批判されることがある。2002年11月25日、紙面のトップ記事として女性選手のオーガスタ参加について沈黙を続ける CBS との記事を掲載した。この記事ではマスターズ選手権の主催者であるオーガスタゴルフクラブが 女性ゴルファーの参加を拒否している問題を扱い、ボイコットの指示を示唆していたが、これに対し、批評家からは事実報道と論説の混同であるとの批判が寄せられた。保守派ブログの主催者、ミッキー・カウスは、編集長のレインズが、ニュースという言葉の災害年化を行っていること、ここで言うニュースとは、個人や団体が、 レインズが望むような失敗をすることであろう、と批判した。社説のページにおいて、エクソンモービルの広告記事を掲載していることにも、批判が存在する。紙面に掲載される編集者への手紙、レターズ・ツー・ザ・エディターズを、恣意的に選択しているとの批判もある。2004年の夏、上記のような批判に対して、パブリックエディターである、 ダニエル・オクレント執筆の調査記事が掲載された。彼はタイムズ氏がいくつかの項目においてリベラル支持のバイアスを有していることは確かであるとし、例としてゲイカップルの結婚問題を挙げた。彼はこのバイアスがニューヨークの新聞としてのコスモポリタニズムに起因しているとしている。オクレントは経済、政治、外交問題、市民権などに関する記事については 言及を避けている。ただ彼は、イラク戦争の問題に関して、ブッシュ政権批判が不足していたとしている。2002年9月8日、ジュディス・ミラー記者による記事で、イラクが過去1の2年に、ウラン濃縮技術に必要なアルミニウム、関数戦本を入手しようとしていたという政府、関係者からの情報を掲載した。その日、チェーニー副大統領は TV でのインタビューで、 これは、今朝のニューヨークタイムズにも載っていた確実な情報だと、述べ、フセイン大統領の核開発疑惑を訴え、イラク戦争への世論誘導に利用した。後にデ造像であると判明する、この情報を流したのは、他ならぬチェーニー副大統領のスタッフだった。チェーニー副大統領の自作自演である、可能性が高かったが、ジュディス・ミラーとニューヨークタイムズは、 情報源秘得の原則に従って、この事実を、イラク海戦後もずっと隠蔽していたため、ブッシュ政権の情報操作に加担したと厳しい批判を受けた。2004年5月26日、同氏はイラクで大量破壊兵器が発見されなかったことを受け、イラク海戦前の記事に、誤りがあったと、自己批判をする編集者の記事を掲載した。誤りがあったとされるのは、 上記の記事の他に2001年10月26日付のイラク国内にテロリスト訓練所と生物兵器製造所があるとする記事と同年12月20日付のバグダッドの病院地下に大量破壊兵器の保管施設が存在するというイラク亡命者の話を伝えた記事など数本。同志は記事は正確ではなくあってはならないものがいくつもあったとした上。 その後の取材で間違いが分かった記事も修正しなかったという。5月30日には社外審査役による過去の記事の検証と誤りを指摘する記事を掲載した。同年10月3日にはイラクの核疑惑に関する特集記事を掲載し、その中で米政府の組織的な情報操作があったことを指摘し、ブッシュ政権の責任を厳しく追及した。 ジュディス・ミラー記者は、その後、イラク大量破壊兵器報道をめぐるプレム、ゲート事件に関連して、連邦大陪審での証言を拒否したため収監される。同志は、取材ゲミ秘匿の原則に則っ,って、ミラー記者を擁護してきたが、ミラー記者が独断で取材源を明かして釈放されると、一転して、全社を挙げて、避難に回る。同志の編集主幹ビル・ケラーは、 全社員に当てたメールで、ミラー記者への用語を撤回すると、同志コラムニストのモリーン・ダウドは、ミラー記者を、大量破壊女と批判した。同僚たちからの避難にいたたまれなくなった、ミラー記者は、2005年11月8日付で、ニューヨークタイムズを退社したが、ニューヨークタイムズの彼女への対応は、昔付き合っていた女を振るようだと揶揄された。ニューズウィーク氏は、 ニューヨークタイムズの報道姿勢について同志が日本関連の記事を書くときはいつも好意的に書かないのに決まっていると評する。また東日本大震災におけるニューヨークタイムズの報道を称賛する一方でかつて日本に関してステレオタイプな記事を掲載し続けたと指摘している。北朝鮮による日本人拉致問題では社説において拉致問題は 解決済みとする立場を表明したことがある。ガーディアンは2018年、ニューヨークタイムズが毎日新聞や、デイリーテレグラフなどとともに、中国政府系の英字新聞チャイナデイリーが、制作した、小冊子、チャイナウォッチを折り込み広告として反布していることを、報じた。ガーディアンはその折り込みの見出しを引用して、古典的なプロパガンダ手法と批判し、 有名新聞に寄り込むことで信憑性を借り受けようとしている可能性があると指摘している。2020年にニューヨークタイムズはこの批判を受けてチャイナデイリーを含む問題ある国営メディアからの広告を受け付けないことを決定した。これまでに何人かの不法記事をその死に先立って掲載したことがある。紙面は3つの主要項目により構成されている。 紙面及び記事の構成に関しては一貫して同じスタイルをとっている。人名に言及する際には通常の名字で呼ぶのではなくその役職、称号を用いる。見出しは語数が多く重要な記事では含み出しが付される。USA Today により始められた紙面のカラー化が進んだ際にもモノクロにこだわっていた。 紙面におけるトップ記事は一面の上部右側に掲載される。ニューヨークタイムズのウェブ版は1995年に開始された。ニュースサイトの中でも最も利用者が多いサイトの一つである。米国の新聞では、ウェブ版でも USA Today、ウォールストリートジャーナルに次3位である。2007年9月17日、ニューヨークタイムズは ページビューが増大したことにより、ウェブサイトの有料部分での購読料金による収入がトラフィックに伴って増大したサイトの無料部分からの広告収入に見合わなくなったため課金を取りやめると発表し、翌日の深夜から実施した。サイト全体を全読者へ開放したのに加え、ニューヨークタイムズはそれまで最新1週間分を除いて、 有料だったニュース記事のうち1987年から現在までのものすべてと米国法の下でパブリックドメインにある1851年から1922年までの全記事を無料化した。本市日曜版の別冊としてニューヨークタイムズマガジンが発行されている。マガジンは1896年の創刊で本市に掲載しきれない長文の記事や カラー写真を大きく掲載したフォトルポルタージュで知られる。2007年1月現在発行部数は約168万部。紙面の特集項目に存在する観光書籍の書評を高く評価する人がいる。この書評での取り上げられ方によって売り上げが左右されるという人もいる。同時に掲載される。 ベストセラーリストもアメリカの読書会における代表的なリストとして知られている。執筆者の一人としてミチコ、道子角谷がおり、ピューリツァー賞の批評部門で受賞するなどその書評は高く評価されているが、極めて辛口な記事を書くため批判を受けることも多い。1939年5月18日から、初めて紙面上にいて、 テレビラジオ番組表の掲載を開始。近年は全国版での掲載は廃止したが、ニューヨーク市内版には引き続きテレビ欄とそれに関連したコラムを掲載していた。ネットフリックスなどといったオンデマンド配信サービスの普及により、番組表という形式が人々のテレビ視聴スタイルに合わなくなってしまったとして、2020年8月31日発行文を持って、 番組表の掲載を終了した。なお、番組関連のコラムやストリーミング作品の紹介など、テレビに関する記事の執筆や掲載は継続するとしている。ありがとうございます。